国民の皆さんこんにちは立憲民主党代表の泉健太です立憲民主党は人へ未来へ真っ当な政治へこの三つを大事にしていきます人への投資これまでの政治は人を大事にしてきたでしょうかなぜ非正規がこんなに増えてしまったのかなぜ三十年給料が上がっていないのか物価だけはどんどん上がる 皆さんも生活大変なはずです立憲民主党は人への投資を強化をしていきます教育の無償化子育て支援の強化これはやっぱり立憲民主党が言ってきたことではないでしょうかそして私たちはリスキリングにもさらに力を入れていきたいと思います今の政府は5年で1兆円と言っていますが防衛費の方は5年で43兆円 人へのの投資ががあまりに少ないといとうのが現状です私たち立憲民主党はデジタル人材も育てるそして各種の研究者も育てていく大学の交付金も増やしていくもっと教育や子育てに投資をすることによって人を大事にし人の能力を伸ばしそれによって日本の活力をつくっていくそして当然賃上げ皆さんの可処分所得を高めていく この政策にも全力を尽くします。